はい、それでは皆さんに個別チャットで IPA を送りました。占い師の方だけは占い師と書いてあります。占い師の方は何番の人を選びたいのか、個別チャットで番号を指定してください。白か黒かでお返しします。はい、占い師とのやり取りが終わりました。それではこれから2週ですね。質問を2週して、その後、フリーで質問するのが5分。5分。はい、すいません。3分になってますね。5分にします。何番から質問をするか。じゃあ、2番の方から順番に2周します。で、それでは2番の方、質問どうぞ。2番です。1番の方から順番に、それは破裂音ですか？1番です。いいえ。3番さん。3番です。何でしたっけ、質問。ちょっと破裂音。待って。あ、破裂音ですか？ですか？破裂音ではないです。4番です。破裂音ではないです。5番です。破裂音ではないです。2番です。破裂音ではないです。はい、じゃあ3番さんどうぞ。はい。それは、有声音でしょうか、無声音でしょうか。2番さんからお願いします。2番です。有声音です。4番さん。あ、すいません。4番です。有声音です。5番です。有声音です。1番です。有声音です。3番です。有声音です。はい、4番さんどうぞ。はい。4番です。ちょっとすいません。今、混乱してて申し訳ないです。これは、死因ですか？5番さんからお願いします。5番です。質問死因ですかですよね。そうです。いいえ。はい、1番さん。あ、1番、はい。2番。2番、はい。あ、3番です。はい。で、4番も、はいです。じゃあ、5番さんどうぞ。はい、5番です。それは、鼻音ですか？ 1 番さんからお願いします。1番です。いいえ。2番です。いいえ。3番です。いいえ。4番です。いいえ。5番です。いいえ。1番さんどうぞ。はい。2番から摩擦音ですか？2345で。はい、2番です。はい。3番です。はい。4番です。はい。5番です。はい。1番さん。あれ？ 1 番さん。あ、1番さん、はい。はい。
じゃあ2周目です。2番さんどうぞ。1番から順番に、それは唇を使いますか？1番、はい。3番。そうですね。あ、3番です。はい。4番です。はい。5番です。はい。2番です。はい。はい、じゃあ3番さんどうぞ。はい、自分はその音を出せますか？1番さんからお願いします。1番、はい。2番、あ、はい、はい。4番。あ、すいません、4番です。はい、出せます。はい、5番です。はい。3番です。はい。はい、4番さんどうぞ。あ、4番です。すいません、さっき1番さんがした質問をもう一回聞いてもいいですか？どう？俺は、あ、1番は摩擦音ですか？あ、なるほど、ありがとうございます。ちょっと電波が悪くなっちゃってすいません。これは、そうですね。ちょっとすいません、めっちゃ迷ってる。その、すごい、無駄な質問だな。ちょっとすいません、むっちゃテンパってきたな。すいません、じゃあ無駄な質問かもしれないんですけど、その音のことが好きですか？1番さんからお願いします。1番です。なんとも思いません。2番です。嫌いじゃないです。3番です。なんとも思わないです。5番さん。あ、はい、5番です。何も思わないです。4番です。もう好きかもしれないです。では、5番さん。はい、5番です。それは、その音は良心音ですか？1番さんからお願いします。1番、はい。2番、はい。3番、はい。4番、はい。5番、はい。はい、1番さん。これ、何聞いても、あれやな、っていう状況やねんな、今。何聞いても、うまいこと隠れやがったな。うまいこと隠れやがったな。
2番さんから、質問、2、3、4、5の順番で、この記号をうまく書けますか？2番です。書けます。あ、3番です。ちょっと不安です。4番です。書けます。5番です。書けます。あ、1番です。書けます。はい。じゃあこれで2周しましたので、残り5分間でフリーで質問します。全員に質問をしてもいいし、個別に質問をしても結構です。それでは始めます。4番なんですが、結構グレーが広いので、ここで、言っておきたいんですが、私、占い師で、1番さんを占って白でした。何番白？ 1 番です。うん、あ、何番の方が占い師でしたっけ？あ、4番です。太鼓いる？占い師太鼓いる？いない？ないです。ないです。3番さんに質問です。この音、普段自分でよく出してると思いますか？いやー、多分ないんじゃないかなっていう。ない。はい。はい、いいです。まあ、みんな考えといて、これ割と残り難しいと思うけど、5番さん頑張れそうですか？きついです。これプレイヤーが言うことじゃないけど、5番さんは当てに行く質問を考えなきゃいけないんじゃない？そうですね。うん、5番さんはもう質問はしなきゃダメやと思うよ。待ちじゃないと思うよ。あれ、これって摩擦音でしたっけ？あ、5番です。これって摩擦音ですか？皆さん、あ、これは質問してます。あ、してます。質問でした。はい。はい。ありがとうございます。4番さん、はい、当たりですか？当たりとは、
占い師語りですか？いや、語りではないです。これ、一番最初に正直語っても無駄だと思うので、それだけは言う。本当に占い師ですか？はい、本当に占い師です。30秒切りました。2番さん、肺臓気流ですよね。肺臓気流です。はい。5番さん、中舌ですか？はい、時間になりました。これから考察に入ります。考察が、1分間で回して2周します。考察誰からっていうのもランダムでしたっけ？はい、はい、じゃあランダムで決めます。はい、じゃあ1番さんから1番です。1,2,3,4,5 の順で1分ずつ2周考察に入ってください。それでは始めます。はい、もう5番の狐は確定なんで、残り狼の争いだけして、で行けばいいかと思います。で、おそらく村と狼の、村は助けたと思うんですね。もし狐視点で見るんならば、村は透けてると思うので、だから、この言い方をするっていうことは、村側も狼が透けてないってことなんですよ、ね。だから、狼の記号はまだわからないから、とりあえず一周目は、まあ、5番を釣って、そこから残り考えようかと、までは思っています。本当に厄介だけど、4番は本当に語りじゃないのかな、それか、考察で出てくるのがね、占いの対抗っていうのがね、と思いながら。まあでも私は城なんで、いいんですけどね、って思いながらです。はい、じゃあ2番さんどうぞ。はい、2番です。4番を信じるんなら、4番が占い師で1番が城で、自分も白なんで、じゃあ、あとは3番さんが人外なんじゃないのかなと考えてます。で、5番さんが、狼かと思ったけど、今の1番さんの聞いて、狐なのかな、どうなのかなと思って、まあでも、とりあえず、なんだっけ、5番3番さんが人外だと思います。以上です。はい、じゃあ3番さんどうぞ。はい、そうですね。ただ、私のことを怪しいと言ってらっしゃったんですけど、今のところ私はそうですね、なんか摩擦音ですか、唇を使いますかっていうのも全部当てはまっているので、白です。多分白です。で、1番さんの考察で5番さんが狐であると言ってたんですが、まあ多分そうなんじゃないかなと同調しておきます。それはなんかまだあんまりよく分かってない部分もあるので、うん、という感じです。以上です。はい、じゃあ4番さんどうぞ。はい、
4番です。まあ、占いということで出させていただいたんですけど、ちょっとまあ、そうですね。出たのは、まあ、先ほどもお話ししたように、結構、狼が広すぎるんじゃないかっていうことで、自分が出させていただきました。それで、1番さんを占った理由は、まあ、単純に、先ほどもお話しになられたように、性格が悪くいらっしゃるので、それで、まあ、敵サイドだったら潰しておきたいなということで占わせていただきました。5番さんが狐だっていうことは確かに間違いがないと思うので、自分的には2番さんか3番さんのどちらかが狼だと思うんですけれども、ちょっと難しいですね。どっちか自分的には全然絞れないでいます。あとすみません、GM にお話なんですけど、はい。自分がちょっとチャットを送ったので確認していただけると幸いなんですけど、よろしくお願いします。あ、はい。あ、はい、OK です。じゃあ5番さんどうぞ。はい、5番です。皆さんから疑われてるんですけど、ちょっと疑われてる理由がちょっと自分でもちょっと分かってるので、いや、でも、狐、私はちょっと皆さん、狐だというふうにちょっとおっしゃってるんですけど、狐、自分のことを狐だとは思ってないです。なんだろう。怪しいなって思う人はちょっと、3番さんが怪しいかなって思います。ちょっとこの、ちょっと言動がふわふわしてたので、っていう理由だけです。以上です。残り時間で白アピしてください。はい。これで1周したね。じゃあ2周目いきます。1番さんどうぞ。はい。占い師が語りでないと仮定して、私が白で、まあ、私視点から見ても私が白なんで、まあ、その234のどっから釣るかっていうところしか、まあ、もう、王冠も先ほど言ったように狐が確定してるんで、234でどっから釣るかっていうとこしかないんですね。で、まだ気持ち占い師を疑ってるんです。で、本当に2、3占い師、まだ潜伏してるんなら出てほしいっていうとこです。それで、詰めれます。で、とにかく2と3は、おそらく2と3の潰し合いになると思うので、自分が白である要素と黒である要素っていうのを明確に主張してください。ちなみに4番の狐は新家でも、これはもう確定だと思っています。もしこれで違うんならば、すごいです。はい。はい。じゃあ2番さんどうぞ。はい。じゃあ2番は占い師ではないです。で、占い師ではないけど、絶対白です。みんなと答え一緒だったんで。黒じゃない要素は、だからみんなと答えが一緒だったから、黒じゃないと思います。なんで3番が、4番を占い師だとしたら、3番が狼だと思います。で、そう、2番は嘘をついてないから絶対白です。嘘はつきませんでした。なので、3番が狼です。以上です。はい、じゃあ3番さんどうぞ。はい、3番です。私は占い師ではないです。あと2番さんが自分は嘘をついてないので白と言っていたのですが、私も嘘はついていませんので白です。あとさっきふわふわしていたと言われてしまったんですが、ちょっと本当にトイレに行きたくてずっとふわふわしていました。
ただそれだけです。ごめんなさい。で、そうですね。占い師ではないので、4番さん占い師カミングアウトで、1番さんが白っていうのは確定だと思います。私と2番さんの潰し合いと言われていたので、まあ、私は2番さんの方が怪しいんじゃないかなと。私は白なので、そう思います。以上です。では、4番さんどうぞ。はい、4番です。ちょっと、占い師として信用されてないっていう部分は、自分の責任かなと思う部分があるので、ちょっとすいませんという感じです。他に言うことありますかね ?2 番さんと3番さん。どっちが怪しいかな。ちょっと、どっちだろう。うまく絞り切れてない部分が自分の中では大きいのかなっていうふうに思って今悩んでます。どっちが狼なんだろうな。うん。そう。すいません。わかんないです。申し訳ないです。以上です。では最後5番さんどうぞ。はい、5番です。正直ちょっと言うことがないというか2番さんと3番さんだったら私はどっちだろう、2番さんの方が怪しいかなと思います。嘘をついてないって言ってたんですけど、理由がちょっと簡単すぎるかなって思いました。以上です。はい、じゃあ2周考察が終わりましたので投票に移ります。全員当てでお願いします。チャット全員当てで、まずはキツネだと思う人の番号を、入力してください。準備はできましたか？はい、はい、じゃあ、投票しましょう。せーの、はい、2番さんが1票、5番さんが4票入りましたので、処刑されるのは5番さんです。5番さんはキツネでした。はい。キツネさんには逆転チャンスがあります。これから1分間時間がありますので、その間に村人の記号と狼の記号を当ててください。じゃあどうぞ。5番です。村人の記号が、有声良心摩擦音だと思います。で、狼が、有声、有声良心フルエオンだと思います。ファイナルアンサーですか？はい、それで大丈夫です。はい、村が有声良心摩擦音、狼が有声良心フルエオンというお答えでした。残念でした。はずれ。じゃあ狐は処刑されましたので、残りの4名で再投票をします。
1,2,3,4 の中で狼だと思う人に投票しましょう。準備できましたか？はい。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 じゃあ、狼だと思う人に投票します。せーの。はい。2番さんに2票、3番さんに2票。同数の場合は誰も処刑がされないということなので、この場合は狼の勝ちになります。が、じゃあ自分が狼だと思う方。私じゃないんですかね。違います。3番です。3番は村です。あ、違った。知らなかった。私だと思ってましたもん、人狼。いや、私みたいな。2番が狼でした。だろう？狼だと思ってなかったです。うん。そう、2番はそうだ、ね。そう、2番は自分が狼と思ってない狼やってん。自信はなかったけれど、うん、だから、ごめん、狐には騙しにかかったけれど、実は村の方がわからんかったはず。うん、村の IPA の方がわからんかったはずで、狼の IPA が特定できたの、今回は。うん。だから村の探り合いがすごい大変やったけれど、俺何の質問やったっけ、なんか忘れた。1番から3番に対してだけ、普段出してるかて。普段出してるかって聞いたんか。うん。そしたら3番は普段出してないって言ったんです。うん。あ、そう。今、いいレコードになってきた。うん。それで確定したん。うん。の中では。そう。3番にそれを聞いて出してないから確定したん。出してないから2に確定したんですか？うん。どうして？もし4と1が4が本当に占いで俺も同じ女やったらこれ普段出さへんや。そうっすね。うん、これ出さないんだ。出さへんやろ。そう、日本語普段使ってる限りこの音は出さんやろ。そっか、出さないね。うん。そうですね、あんまり出さない。だから4番の占いをどこまで信じるかやったよね。いやー、そうなんですよ。これ一番嫌なのは4番が狼やったんだな。そうですね。うん。実際その戦い方できたら強いなと思いながら見てましたけど。2,3 で、潰しに行くのがいいのか、読んで潰しに行くのかいうのは、考察2周目まで自分が狼やと思ってたから。うん。だから早う2、3で占い出てきたら、もっと対抗出てきたら楽になるのになと思ってやってた。うん。じゃあ、GM は記号の確認行こう。記号の確認、キツネから？村からの方がいい。村？私、村の記号多分間違えたな。ごめんね。すごく混乱してしまって、これないぞ。確認行くけど、134村なんよな、GM から。134村です。はい、で2が狼で、はい、5が、キツネやね。はい、で、一応村勝ち、あ、違う、狼勝ちになってしまったんやな。はい。2が出んかったから、はい。はいはい、で狼勝ちやけれども、じゃあ狼に言ってもらおうか。はい、狼さん何の音か言ってください。有声良心摩擦音。うん、で、一応1番で代表して34、同じなら同じでいいんやけど、
村が有性良心軟膏外摩擦音。ダブリの逆さま。はい。それ無性だったよね。ごめんなさい。そうなんですよね。私、CM にチャット送ったんですよ。なんか。そうそうそう。え、これ何ですかって言って。うん、私も同じチャットを送って、ね、でもなんか占い師じゃないからチャット見てくださいって言えなくて、こうなんかそれでずっと調べてたからずっとふわふわしてました。私なんか話ちゃんと聞けてなくて、あそれはあります。私もどれだどれだどれだってなって、すいません。いやすいません、そういうことね。ごめん、俺あの記号の有無じゃなくて理屈上出せるから。うんうん、そうだそうだ、この記号確かにふわは無声やな、ガーって音が出せるから、はいはい、頭の中で音が出来上がってたんで同じ勘違いをしておりました。それで進めてた。あ、そうか、ここはあれか、はいはいはい、そうか、ごめんなさい、補助記号をつけなきゃいけない音だった。そうか、この摩擦音の、あ確かにな、ダブル H の異音やからな、うん、あの英語でのダブル H の異音やから、そうか、あんででのやり取りがあっていうことない。じゃあ4番のチャットはすごい白い行為やったわけ。いや、そう、あの、あそこでチャットを見てくださいっていうことがいいのかどうかわかんないなと思って。まあ、それで、あ、だから、ということは、3番の有声音の質問の時が結構やばかったんだ。みんなも出てきたもんで正直に答えたからなんとかなったりだけの話、ね、そうですね、文字もう文字だけを追って有声音って書いてあるから有声音なんだろうということで、あこれは私は GM がないものを言ってきて私が人狼なんじゃないかっていう、あいや俺もこれ来た時に自分が狼じゃないかと思いながら、ただ記号はそうか、冷静に考えたら確かに無声やな、ダブルの高さもやった。すいません、はい、さあ、あの狐何やってんだと。遠心交絶凶母音です。遠心後ろ舌狭母音、後ろ舌狭母音、はいはいはい、あーなるほどな。いやみんな誰から聞くか順番をバラバラにしたらいいのに。うん、いやだから結構番号無視で1番からとか来てたから、うん、そうですね。一番が多かったよね。緊張してたよ、こっちは。これは完璧に狼やと思って、試合してたから。で、だから、自分が狼を持ってるから4番の占いを疑うってすごい視点よなとか思うね。確かにそうです。自分が白やって言われてるのに4番を疑ってるから。いやいや、まあ。っていう人狼あるあるよね。そうですね。あるあるです。とりあえずだから俺を白にしといたら楽やろうっていう疑いが最後まであったんや。そうですね。うん。で、うん。だから初め村がって思ってたけど途中でああそういうことかってなったけど、ただゲームは狼の勝ちか。け。いい。はい、あの、先輩4番な。そうですね。はい。また。いや、投票で自分死ぬほど迷ったんですよ。ニートさんどっちだろうと思って。先輩4番な。そうです。いや、これは言い訳できないです。で、5番さん投票入ってたら2番で勝ってたんやけど、5番さん、5番さん村やったらよかったのにな。いやー、下手でしたね。いや、あれは下手も何もない。いあれは負ける。あれはやられたって感じ。あのちょうど発言位置も不幸やったし、本番から聞いて5番で死んでも一発目は、うん、そうですよね、うん、そうそう、だから5番がその死因じゃないって言った後に1番が乗ってくるかなって一瞬思ったんですよね、うん、いや俺はそれはないと思ったもん、うん、だって一発目の質問が破裂音が聞いてるから、うん、うん、2番やから死因前提で聞いてるのはあるから、うんうん、だから5番も逆に横で「おお言え」って言えんねやっていう確かにそれはだから5番視点はもう2番疑ってっていうしかないやん、うーん、だから5番のあの柄見たら2番の破裂音を疑わない限りあそこで「いいえ」は答えられへん。もし2番の質問をそのまま受けてるんならば死因だということの前提で喋ってるから他に死因がいるっていう状況で
うん、はいでやけど、ただあそこではい言う勇気も難しいよ。あれはだから、そう、だから4番は、ゲーム中はいっぱいいいプレイをするのに。そうですね。質問の時にはすごくいいプレイをするのに。むちゃむちゃだって、今回の5番さんのやつも私のラッキーパンチですもんね。そうよ。でも決まってるしね、占い師やろ。はい。なぜ？いや、そうなんですよね。なぜ先輩になって。考察が下手くそなんですよ。なぜ俺たちの価値を潰す。おかしいな。いや、でも今回はマジで、非常に混乱したっていうのはむちゃむちゃって、全然メモを取れなかったので、それはちょっと反省してます。ということで、一応収録終わり。